シマノレーシングチームです。シマノレーシングチームジャパン。やるべくしてやりよった。モンデラ君はやってくれると思ってた。私フリー選手って言っちゃうんですよ。モンデラ選手って言っちゃうんですよ。ちゃんとしかもヘルメットまでかぶって安全面もね。すいません、今日はこれでしか目立たないんで悔しいからやらせていただきました。すいません、ありがとうございます。さあ、一人笑ってご紹介をしてましたが、島のレーシングチーム、まずはモンデラ秀則監督、そして、鈴木慎吾選手、畑中雄介選手、そして、村上純平選手、鈴木ゆずる選手、平塚芳光選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よくいいですね、笑顔が。さあ、今中さん、かつては今中さんも島のレーシングに所属をされていた。そうなんですよ、なんか島のレーシングが育ててくれたっていう。今中大輔を育てたチーム。それはなんかすごそうですね。普通の一般の市民レーサーでしたからね。そこから育ててもらったのがやっぱり島のレーシングだったんで、本当に日本一のチームですよね。そうですね、今も本当に総合力があるというか、素晴らしい選手が揃っているわけですが、どうしましょう。まずはマデラ監督。監督ですよ、一番目立ってましたけどね。マデラ監督ずっと自転車持ちっぱなしでいいんですかね。あ、じゃあ畑中さん、ちょっと持っとけ、ちょっと偉くなって、持っとけ、ちょっと揃ってるかと思うんですが、明日はどんな形で、初采配ですよね。そうですね、ジャパンカップは。はい、僕もね、これだけのお客さんの前で今日車を運転して緊張してね、見事に落っこちそうになりましたけど明日それ本当の話。いや、ちょっと本当です。ちょっと本当です。ジャパンカップの舞台の方がマジでやばい。明日はチームとも運転されるわけですが、どんな形でこの選手と戦おうと。そうですね、このチームは本当に、ね、僕から見ても今乗りに乗ってる素晴らしいチームです ね、はい、ですね。この後ろにいる、鈴木慎吾選手なんかは、はい、アジア大会2勝、全日本でも勝ってますし、もう数々のトップレースで、はい、勝ってる。あ、僕は全日本2勝してるもうちょっと俺も頼むから。ここに日の丸入ってるけど俺もっとすごいんだよみたいな。そうなんですよ、もっとじゃないよ。その選手を、中心に構成されたチームと思いがちなんですけど、はい、それ以外の、ね、4人、ここにいる4人は、はい、本当今年日々進歩して、昨日より今日より明日、強くなっていってる選手でしてね、はい、本当に素晴らしい成績を今年上げて、素晴らしい成長を成し遂げてくれた選手ばかりです。ぜひね、本当に明日のレースはですね、もう、見てる方々の想像を超えるレースをしてくれると僕も期待しています。はい、期待したいですね。はい、そして僕の期待の星、はい、監督ちょっと紹介してください。はい、ここにね、今僕が自転車を持ってもらっている彼はですね、今年、日本、の年間を通して、ね、16戦で争われた、ジャパンサイクルツアーというツアーがあるんですけど、そのツアーを圧倒的な、大差でツアー4勝を挙げて、それ以外のレースもチームメイトをサポートには2歳を大量に稼いで年間王者に輝いた畑中雄介選手です。ハーチー、本当に日本のリーダーとして明日は全力で表彰台にやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。アンダー26、ピュアホワイトジョージに関してはお隣の平塚芳光選手が獲得されて、世界選手権もアンダー23で唯一完走されたんですよね。じゃあ、ノベラ監督から。彼はですね、本当今年シマノに加入して、はい、ちょっと濃いキャラの人間ばかりなんでね、この中に入ったらちょっと大変なんじゃないかと思ったんですけど、その様子を、ね、裏切って、ものすごくずぶとい精神で、この見た目よりもですね、もう頑丈にできてますんで、本当に期待に応えてくれる人だと思います。はい、一言お願いします。そんなずぶとくないです、明日は頑張るだけです。よろしくお願いします。新人のこの2人がね、はい、Jサイクルツアー1、2です。そうですね、すごいです、総合の1、2。期
期待したいと思います、はい、期待したいと思います。そして、後ろにいらっしゃる村上純平選手、順にすいません、なぜ野寺監督がマイクを出すのかこういう意味じゃないですか他のチームはマイクを回していただいたんですけど、せっかくなので一緒に撮りますどうぞやりたい、いや見たいって言い切る彼ね、純平ちゃん地味ですけど実はですね、今年全日本のタイムトライアルとか、フィリピンのレースでね、もう数々の、ね入賞を収めてきた選手です、ちょっと一言お願いします。ジャパンカップは、初めて走ります、緊張しますが、明日は天秤頑張ります、よろしくお願いします。あんまり喋んない寡黙な選手です。このチームにしたら珍しい。ちょっとね、かっこいい感じなんですけど、今年急成長を遂げましてですね、普段のトレーニングではもう僕らのチームの中でも一番強い、ね、今年は特にその力を利用して、まあ、アシストを中心に走ってもらいますけど、もう国際レースでも入賞する力を、手に入れたので、もう明日も期待します。お願いします。そうですか、明日は半額賞が目立てばっかりですね。いいと思います。頑張ります。そして、はい、先ほどもご紹介ありましたが、はい、本当に日本を代表するロードレーサーでいらっしゃいます。はい、ジュニアサイクルツアーで3回総合優勝してるんです。総合チャンピオンになってます。すごいですね。ジェイさんもリーダーを取られていますし、全日本チャンピオンも獲得されています。アジア選手権2回チャンピオン。はい、2回取られて、アテネオリンピックにも出場されています。うん、もう今挙げただけでも結構ね、もうお腹いっぱいな感じですが。はい。メダルいっぱいです。カナダの最後ですね。そうですね。いただきましょう。僕はですね、もう本当に高校生ですから、一つなんですけど、すごい憧れの存在だったんですよ。本当に超えられなかった選手、もうどうしても超えられなかった、僕は現役時代に超えられなかった選手ですので、明日お願いします。どうそうですね、超えられなかったと言われましたが、実はもう今超えられてしまった状態なんですよね。監督になれてしまったので、監督をしていただいています。そうですね、人的にはもう完璧に3ですね。明日はそうですね、特に急成長を遂げた若い選手に期待なんですが、まあ、彼ら本当に素晴らしい成長を遂げているので、まあ、僕もね、年を取ったながら、彼らに負けないように、みんなで切磋琢磨して頑張っていくので、明日も、まあ、みんなで、なんていうのかな、非常に国内でも人気がある、チームで、たくさんの、ね、今応援グッズこの中でも見えておりますが、明日はぜひその応援に応えて頑張ってください。どうもありがとうございました。頑張っていきましょう。今年の J リーガーリーダーということで、本当に頑張ってほしいです。